お、俺じゃん、あ、俺じゃんじゃない鉄王じゃん、鉄王ですよ、鉄王自然に出ましたね、マジで、はい、今はその島田鉄王ぐらいの勢いですよさあ、ということで鉄王対ユーマ&アストラルのデュエルとなります。まずはユーマ側が、カード1枚セットしてターンを終了して鉄王のターンへと移っていきます。攻撃表示がさらばのところに成長が見られます。普段はちょっと攻撃表示出しがちですからね、ユーマ出しがちですからね、攻撃。さあ、アイアイアンで攻撃していくんですが、ゴゴゴゴーレム守備力は負けてますが、戦闘で破壊されない効果を持っていますので、ここは耐えていくということになります。俺のターン、いいぞいいぞ。さあ、ターンが渡ってユーマのターン、引いたのはガガガマジシャン。勝ったな、早くね勝利宣言。いや、もうこの手札揃ってますもん、もう。いや、早いってまだ分からんよ。いや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 、もうガンガン攻めろ、ユーマ。さあ、アニメでもよく使っていました、こちらの破天荒な風を使って、まずはゴゴゴゴーレムの攻撃力を上げていきます。2800ですかね。うわ、さらにまだいきますよ。ゴブリンドバーグ、まあ、そうだよね、そうだよね、ゴブリンドバーグだよね。ゴブリンドバーグは召喚時にさらに手札からモンスターを召喚できますので、さらにモンスターを出していく。懐かしい。もうだってレベル4のモンスター2体揃ってるよね、フィールドに揃っていきます。これでもう都合3体揃っていきますが、うわ、ガガガマジちゃん、エースモンスターを召喚するとセリフの方も入るということで、一気にモンスターが3体並びました。決まったなだからまだ分からんと。さあ、ここからはいよいよエクシーズ召喚を行っていきます。フィールドの、同じレベルのモンスターを重ねて召喚していくんですが、モンスターをエクシーズ召喚。さあ、ここで一度エクシーズ召喚していきますね。はい、もちろん出すのはあのカードでしょう。現れろ、ナンバー39、希望ホープ。うわー、マジでアニメバトルにした。よきよきぞさあ、ということでここで一度停止してエクシーズモンスターについて解説させていただきたいと思います。